地震については、諸説があり、南海沖単独地震説と、南海沖と、暴走沖の連動地震説、ニューギニア海溝やフィリピン海溝などの、音地地震説など。津波被害による溺死者は、約5000人だが、地震による陸地の揺れの記録がほとんど、確認されないのが特徴である。また、震源や被害規模も不明な点が多い。 大きな単周期の地震動が発生しない津波地震、あるいは温地津波の可能性が考えられ、同様の地震が将来発生した場合に避難が遅れ、大きな被害が出る、可能性があり、問題となっている。震源は、徳島県沖と、房総沖の2カ所との見方もある。房総地乱期には、慶長6年新中12月16日大地震。 山崩れかいまいてたけとなるとあり、年号の相違はあるも、5期と考え、この房総半島の記録は本地震によるものとされる。京都で地震が勇敢であったとされる記録は、東大紀16日以国、牛虎の方に魂だ3度、同地震が一件あるだけで、地震動後に津波被害を受ける地域の地震記録は少ない。しかし、日本被害地震相乱は、 東大記を京都の勇敢記事としているものの、日記にある前後の天候などの記事から、東大記は京都の状況を記述したものではないとされる。また、義援授号日記には、旧統15日、ママ、武蔵国江戸編大地震よし中心校、この辺深く、誠、両親かとあり、こちらは京都では勇敢でなかったことを示唆する資料とされる。 康介スケクネに知事記には、近日、関東大地震ゆうの、死人島田云々、また、伊勢国、紫国という大地震云々とあり、関東や伊勢の状況が伝えられ大地震があったことを、示唆しているが、紫国は、畜四国であるか不明であり、おそらく、四国の状況が伝えられたものとされる。田原長子には、戸田岳次が、田原藩に封贅られた後に、 田原城の矢倉や石垣が、大阪の陣の前年の大地震により揺り崩されたと、記録されているが、これを、大阪の陣の前の年と解釈し、慶長地震による、侵害とする見方もある。炎頓寺会30時、幾よ行ゆき慶長軽9年大変年代初期、及びその写しである、四宿浦休記栄昇9年8月4日。 慶長九年十二月十六日、宝久し4年十月四日、華英7虎年十一月五日四桁どの新市沖に、ある、慶長九年4月十六日炎富時休憩の写し、によれば、徳島県四宿井では、予兆と見られる大地震が十六日達半時から、猿上国くらいまで続き、また井戸が干上がり、鳥上国の月の出頃から海底より、大波が湧き出し泉から、 水が噴き出したとされる。さらに、自列沼水流出と記述され、地割れが発生して、水が噴出したと解釈される。しかし、午前8時頃より午後3時頃まで、大地震が続いて、前代未聞の大変であると言っておきながら、侵害の記録がないなど疑問点があるとされる。顕著な侵害としては、淡路草に、淡路島、 安坂村の孫山千光寺の書道が倒壊、仏像が飛散した記録がある。三原軍家モザと孫山千光寺、慶長9年天下王地震の時、書道を通る、その時仏像堂前に飛び出すという、しかし、本地震における淡路島周辺の地震動による被害記録が乏しく、後世に記された地震に過ぎない淡路草の記録は、 年号の5期と考えられ、孫山先行時の記録は1596年の慶長伏見地震の被害状況である可能性もあるとされる。津波は夕方から夜にかけて犬坊崎から九州に至る太平洋岸に押し寄せた。津波襲来の範囲は宝永地震に匹敵するが、 後の元禄地震津波や宝永地震津波によって多くの資料が流出したものと推定され、また紀州徳川家や土佐山内からが違法される前後で、あったなどの施錠から原存が確認される歴史記録は乏しい。八丈島の蘇状湖は季節風による大波に津波が重なったものであるとする見方もある。南海トラフ巨大地震とされる。 宝永地震、安政地震及び昭和地震などで見られた南東上りの地殻変動を示唆する記録や温泉の流出停止などの記録は確認されず、土佐湾西部で宝永津波が著しいのに対し、室戸岬付近では、慶町津波が宝永津波を上回るのは、宝永地震における高知土佐湾西岸の沈降と室戸岬付近の隆起に対し、慶長地震では、 地殻変動が小さかったことも関連していると推定される。振動及び津波に関する伝承記録から解析し、南海トラフを主震源域として、駿河トラフ、相模トラフなど、どの領域が連動したのか、いくつかの見解がある。また、東北地方太平洋沖地震の知見を踏まえ、弱い振動と大きな津波の発生理由として、 開口軸付近での滑り量を大きく見積もる研究がある。また、泡と発光現象を説明するため、南海トラフの海底にあるメタンハイドレートが連鎖的に気化したと考える説がある。今村昭常は、軍機による暴走半島の被害記録に重きを置くわけにはいかないとして、大森ふ吉の唱えた暴走起説を否定して、 東海道沖及び南海道沖に震源を仮定し、津波を、宝永地震や安政地震と同類のものと考えた。ただし、安政地震のような二元地震ではないであろうとしている。石橋勝彦は、本地震は、震源域が、宝永地震とほぼ同じ南海トラフ沿いにあり、系列が異なる、津波地震であるという仮説を立てた。 天正13年11月29日の天正地震によってアムールプレートの投信が進みその結果中央構造戦争いで横ずれ応力が増大して文禄5年の伏見地震など一連の地震活動をもたらし南海トラフのプレート境界の応力状態が緩和されてやや低い応力レベルで滑りの遅い津波地震が発生したとの見方もある飯田久美次は 震度分布や津波記録が、島半島伊東と、紀伊半島西部から、四国の2地域に分類されるとし、東海沖と南海沖の二元地震としている。宇佐美達夫も、新大市を、北緯33.5度統計138.5度北緯33.0度統計134.9度に、仮定し、東海沖と南海沖の2つの地震が生じたものとしている。 東京大学の小村隆は、強振動と、地殻変動の記録が残っていないことなどから、南海トラフ沿いプレート境界の開口軸に近い、浅い地域の地震だったとしている。名古屋大学の安藤正隆は、宝永地震や安静地震と同じ断層面でゆっくり、滑りが発生したとは考えにくいとの指摘もある、ことから、メタンハイドレートの介在の可能性を指摘している。 川門博氏は、房総半島南東沖と紀伊半島南西沖の二つの、信号を与え、それぞれ MK イコール6として、マグニチュード M イコール7.9の二つの地震と、考え、羽鳥徳太郎も、地震動や津波の記録が一つの震源では、説明できないとし、房総南東沖と紀伊半島南西沖に二つの、津波の波源域を推定した。愛大サムは、 小記録をもとにした津波の数値実験から、東海沖と、房総沖の相模トラフ沿いの二つの断層による波源域を仮定し、房総沖の断層は、地震モーメント M0 イコール 5.3021Nm、東海沖は M0 イコール 6.4021Nm と推定しているが、歴史記録が乏しく近似の程度は、あまり良くないとされる。ただし、 この断層モデルには南海道沖の震源域は含まれていない。西日本の南海トラフ沿いに強震度が及ばなかったことを重要視した説である。津波が広い範囲に及びながら確かな侵害の記録がないことから東海遥か沖、あるいは温地津波も否定できないとする見方もある。瀬野鉄道は、慶鳥地震はいわゆる津波地震であって、 プレート境界のまともな諸星戦断破壊ではない可能性が大きいとして南海トラフにおける巨大地震の一つとして含めることはできないとしている。大森房吉きは本地震による津波は後半に及ぶものの八丈島と房総半島東岸の津波がことに花だしいため震源は元禄地震に近い房総沖金棒にあると考えた。辻義信は この地震は、関東で、揺れの記録が見られるものの、駿河、東東海、三河、伊勢など、東海地方で確実な揺れの記録が皆無であるとして、資料事実から慶長東海地震はなかったとし、東海地震ではなく南関東沖地震としている。2013年10月の地震学会で、石橋克彦、原田智也らは、慶長地震が、 南海トラフのプレート境界型地震ではなく伊豆小笠原海溝の一部の M8.2 から8.4の地震を仮定すると津波の再現ができるとした。松浦律子も、慶長地震は、震源が南海トラフではないとし、地震動の記録は、戦乱の中記録が正確に伝わらなかった可能性もあり、例えば、インドネシアやパプアニューギニア島北方、 フィリピン等で起きた地震による温津津波の可能性も否定できないとした。南海トラフの地震が100年に1回という先入観にとらわれるのではなく、昭和地震は例外として南海トラフ巨大地震は200年に1度程度の発生が本来の姿だとした。従来想定されている南海トラフ沿いの地震とはメカニズムが異なるため、将来の活動は予測できていない。 津波地震という性質のため、三陸津波、地理地震津波などと、同じく予兆なく、津波が襲来した場合の被害は想定以上のものとなる可能性もある。津波から約8ヶ月半後の慶長10年9月15日に、八丈島西山で、約11ヶ月半後の慶長10年12月15日に、八丈島付近の海底で噴火が発生した。ハトリー徳太郎は、 大日本地震資料贈呈にある青谷雑記による岬の津波記録を三浦半島の岬としているが、これは土佐国軍書類五53書集の資料で、旗軍岬村の記録であることが判明している。石橋勝彦、歴史地震研究で感じたこと。ありがとうございます。